さんこんにちは、ゆうカフェのゆかです。今日は結構リクエストをねいただいているチェジュのおすすめのスポットだったりとか観光地とかおしゃれなカフェとかっていう動画を皆さんにご覧いただきたいと思います。ここがスローメーションって私たちがやってるペンションの近くにあるカフェなんですけど、美男美女っていうカフェ でめちゃめちゃ有名で人気があって、いつも人がすごいたくさんいるから私たちも来れてなかったんですけど、今日は平日で、まあ比較的人もそこまで多くないってことで初めて来てみました。めっちゃ綺麗です、可愛いなのでおすすめです。I got this picture in my closet. It's gathering dust right now. And the edges have been folded once or twice. It doesn't look the same no more, 'cause the sun has made it pale. I used to have it hanging on my wall some time ago.Picture of you. You're standing by that window, playing your guitar. And if I close my eyes, I can almost hear your song. A picture of you.最後の餅をゆかちゃんが食べました。嫌いだ、もちもちしてまた餅も食べて嫌だ、嫌いだ。味はどうですか？もう自然の甘さ。今日はこうやって生きてますよ。ニキビも生きてます。どうでしたか今日は？楽しかった。なんか新しい場所を結構ディスカバリーできたし、近所だけど行ったこと、来たことなかったとこに来れたし、うん、よかった。よかったですね。ウドはどういう感じのとこでしたか？ウドはもう結構何回も行ったから特別な場所ではないんだけど、でも自転車とか電動スクーターみたいなのでぐーっと一周できるから気持ちいいし、炭鉱アイスクリームも空中で食べれるし、すごい好きです。今日は10点満点の何点ですか？今日結構9点あの残り点は何ですか？1点、眠たい。眠たいかお前は。あと最後のここのコーヒーショップはどうですか？本当におすすめ。ここは100点満点で100点取ってるぐらい、すごい好きなインテリアだし、このお餅も食べちゃったけどお餅も美味しいし、おすすめ。最
最近結婚の準備で忙しいですけど、まあ頑張ってください。もうそろそろですね、結婚も。そういう気分ですか？なんか実感が湧いてますね。My closet, it's gathering dust right now, and the edges have... それではこんな感じの韓国の観光地紹介と告知の動画になりました。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。次の動画で会いましょう。バイバーイ。あ、そしてインスタグラムとツイッターのフォロー、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではバイバーイ。アンニョン。